どうもー、ミルクボーイです。お願いしまーす。あーありがとうございますー。ね、今、機械から出てきたばっかりの温かいコピー用紙をいただきましたけどもね、<laughs> ありがとうございます。<ー>もうこんなん頑な張んってもいいですからね、これいいですよね、うんえー。こちら、生産者ネーム、一元の豚バラさんからいただきました。<laughs> ありがとうございます。幅がすごいんよ。<laughs> すごいんよ。ほんまに。いいな、でも。マジで、もう全然豚バラさんやから選んだとかじゃなくて、 一番今週よかったから、普通に選んだら、なんか、あのー、めっちゃあったかいなと思って、こう、持ってたら、急に冷めるとこもいいよな、徐々にこう冷たくなっていくんじゃなくて、な,<ー>なんか、パンっていなくなるっていう、あのコンビニとかでコピーした後さ、あったかーと思って持ってたら、はいはい、あれ、もう冷たいみたいな、<ー>徐々に感がないねあれ、急に冷める、うん、まあ全然正にど、どこでやっていう、もうあのぬくもりに合われへんのかみたいな感じになる、<laughs> あれ、マジでちょうどいい温かさよね、あれ。パンってね あれっていうこれはいいです温まるんですかいなんでゼロなの急に確かに温か,かい、えー、続きまして、えー、感覚つかみのコーナーですこちら、えー、生産者ネームひまわりひかるさんから頂きました、はい、あ,ありがとうございます、ね、今バイト先の女の先輩が制服から着替えて帰るときに意外と大人っぽい服装だったのを見たときの <laughs> あの気持ちをいただきましたけど、ね、<laughs> ありがとうございます、もう<ー>こんなんなんぼあってもいいですからね、まあまあさやな、など,ね、どっちでもまあ、意外と子供っぽい服装でもあおと思うし、うんどんな服装でもおおと思うな、意外やから、ね、制服からしか。意外っていう、意外と先輩じゃないけど、なんか大学の時百均で働いた時後輩というか、一、まあ、個下の女の子が、うん、すごいね。 お父を強調するクックやったのよ毎回なんでバイト先にそんな胸のとこがもうレースで何やったら谷間が見えてるみたいなまあちょっとそういうなんていうのパンク系っていうののファッションのこうやって意外意外とそう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 そっちはあったね先輩じゃなくてなまあでもそうやな普通に。 フリータータというかさバイトだけしてたら、別になんでバイト先にそんな服やねんっていう感じとか、そこがもう外出ていくときの唯一と思ったら、あ<ー>まあもう普通に服着るよな。まっ、あ、ていうか、その後どっか行ったりもするやろし、そう,そうそうそう、確かに。でもなんか、バイトっていうか、パートでもあるやろうけど、頭にバンダラ巻いてたんかなとか、帽子かぶってあったんかなっていう方の、なんかこの髪型が崩れてる様というか、ペタンってなってる様は、なんか。 いいよねお疲れさまでしたっていう感じです、ね、<laughs> <に>なんか、かはあのよく俺ら、用意どんのロケとかでも、うん、あの天禄のキッチンスタジオ、よく行くじゃないですか、その南森町の商店街の所の、あそこのロケ終わった後に、ちょうど夕方やから、多分パートかなんかされてた主婦の方とかが、そのまま商店街で買い物して家路に着くんであろう感じの。 なんかこうバンダナ巻いてあったんかなっていう頭の、あの後ついて、こっからもでもご飯も作って、一瞬で通るであれ、子供のあれもやって、すごい見てる。わですっていう、なんかそのあの感じが、ええね、なんか日常という,そう日々を感じるというか、ああ、お疲れ様ですっていう、そして明日もまたバンダナを巻くんでしょうっていう、なんか、いや哀愁じゃないけど、その働いてるなっていう風景。 汚れて作業着でね、帰ってコンビニとか行って貼る人とかも。で、しかもそこの商店街出たとこにちょうどいつもそのロケバスが止まってるとこまでに、あの、鶴丸うどんがあるやんか。ああ<ー>、<う>あの前で売ってるおばちゃんの。そう、前で売ってるおばちゃんも、 頭にバンダナ、三角形みたいに締めてるから、このおばも取った時にに頭の肩がついてるんやろな、なんかお疲れ様です。何時に上がるか分かんないけど、その時こう、頭の肩ついてるんやろな、お疲れ様ですっていう感じはする。そんな見てないけど、俺、だから帽子かぶる系のバイトじゃないから、ジムやからずっと、髪型がどうこうなる系のバイトはあんまりないの経験、引っ越し一瞬やったぐらいやったから、だからその、なんか肩つく感じ、お疲れ様ですと思うと同時に、その、工事とかさ、の 人人ってもう絶対ヘルメットを被るわけん建設とかの人、うん、だかその人らが朝、なんかコンビニとか、朝、今度逆に朝、仕事行く時とかに、コンビニの前とかタクシーが通った時に、その建設とかの感じの現場の方の仕事前に多分マ松本の今日のコーヒーとかさ、でっかいパンとか買ってるとこ見た時に、別に何のセットもしてない、頭の。うんで 見た時にあ、まあ、そりゃそうやなこの後ヘルメット被るもんなっていうのそりゃセットしないですよねっていうのもなんか思うねん <laughs> いつもそりここで別に身だしなみどうこうしてもしゃーないもんあなこの後ヘルメット被るんやからどう考えたって<ー>そこでセットしてもしゃーないですよね、うん、だからそのボサボサのままいきますよねお疲れ様ですっていう感じで人の頭めっちゃ見てるやんんそりここで別にワックスで遊ばそうが何しようが絶対ヘルメット被るんやもん,ん,んこの後そ<ら>だからもう別にボサッとしたままで髭も生えてるわ そう、別にな。もう、でも、この後どうせヘルメットかぶって下手したら顔までなんかかぶるかもしれんから、それはヒゲも別にそらんでも、<laughs> ええわな。お疲れ様です <laughs> って、なんかその、頑張ろうっていう感じに、思うね。<や>その朝の髪型と夕方のその髪型思うな、なんか。めっちゃ見てるやん、人の。ね。あーって。働く人の髪型は。<laughs> そうやね。<laughs> 一回も思ったことないサラリーマンの人あんなセットしたらに、あ、でもそうか、ヘルメットかぶるもんなっていう、なんかな。<laughs> 考えたこともないわ、そんな,な。お疲れ様ですっていう感じが思うのよ。まあね、皆さんね。うんえー、続きまして、新しいつかみです、えー。戻りたくない学生時代つかみ。うん、僕がね、多分もう学生時代はもう戻りたくないと言ってたから、<ー>えー、論より証拠の大イ,イスさんからいただきました。あ,ありがとうございます、ね、今転校初日ヤンキーに お前、調子のんなといきなり胸ぐらをつかまれた中二の時代をいただきましたけどもね、えー、ありがとうございます。もう最悪やなこんなの頑張ってもいいですからね。そうなんや。これ事実かなそうなんちゃう。いや、嫌やね。そうやな。でもある、調子のんなとかが流行ったくないそのワードが。ええー、なかなかやな。でもな、天候初日かまされてるな。お前、調子のんなよ、こら、って。 俺中2はマジで嫌やで、前も言ったら、かデブもさ、中2やったし、<laughs> てか、あのクラスがおかしかってん鏡デブなんやったっけ、先生にデブって。じゃあ、俺に向かってずっとデブデブって授業中言って。<ー> もうえんねやめろや、まあそんなん言えてん、やめろやとか言うてん、<ー>もうええねん、なんやねん、前向きやって言ったら、違うねんってって、これ、お前に言うてるように見せかけて、先生に言うてるに、あそうなんって言ったけど、いや、<ー>周りから見たら、俺が言われてるようにだけ見られて <laughs>、本心分からへんし、逆に鏡、鏡デブやったかもしれへんしな。のクラスがおかしかっって、<laughs> ほんまに、その学年のトップ2の。 悪いが同じクラスやってそんの中学ちょっと荒れてたな、なんか先輩がちょっと悪くて、ほんまに廊下を、チャリンコとか、バイクじゃなとバイクもあった時代は新しいけど、チャリンコとかバイクで、バック層みたいなとか、ほんまになんかこう、金草模様の風呂敷で着てる人とかも多いし。 赤い髪染めてな。ーー髪の毛赤くしてな。すごいな。それがええやん。あまあ、怖いけどな。それ、ある意味怖いよ。それ、辛草模様で、す <laughs> んさ、棒みたいな持ってこう来てた怖いで、そら。いや、まあ、こうかばんぺちゃんことかじゃないんマジで嫌やって、ほんまにあ。それは嫌やな。中に。ゴ右衛門みたいなわ。悪いやつが、二 <laughs> 人おったから。 そこもライバルやし、ものが殺伐としてたね、あ<ー>めっちゃデコピンされたもん、ほんまに、<laughs> じゃんけん負けたデコピンい結構近いとろにおってんなそのヤンキーというか、悪いやつにその、いじられる側のさ、もっとも関係ない世界やったら、いじめられてるわけじゃなかったんけどで、いじられるってことはそのえー、みたいな、そのヤンキーグループの、へーみたいな、そのでもやめろやとか、お前どっか行っかもろかったってことだそのいじらせられてるのがおもろいって。 と思われてたってことやなだからいじっておもろいでこいつみたいなうんなまあそうなんかなだか今ポジション。ヘラヘラはしてない俺はこれは名誉のために言うけど <laughs> ヘラヘラはしてないそれ俺も <laughs> ほんまに嫌がってた俺も <laughs> それがおもろかったやろな <laughs> ヤンキー返したら <laughs> こいつヘラヘラしたらやりがいないけどやめろやってマジで言うのがおもろかったやり返したりもしてたその言うからあ<ー><ひ>それがおもろかったなつねったりもしてたよ俺はえー、ようやったなヤンキーにつねる ヤンキーのケツと太ももの間、一番痛いところをつねって、ああめっちゃ強い、いなこいつめっちゃ強いねんって、こうなんか、なんやろ、そのなんか、<laughs> 別にほんま負けてはないけど、あそれすごい、ね、ってたし、なんかこう言うてくる。ヤンキーに触れるなんか、なかなか。いやでも一緒に遊んでた遊んでた、その悪いことしないあの休み時間とか、<ー>サッカーとかーそう、ヤンキーがサッカー部やったから。 ヤンキーと遊んでて、ヤンキーサッカーやっぱり。ヤンキーな、<laughs> ヤンキーな、休み時間のサッカーやのにな、なんかこう。 シュート入りやんか。なら、今のな、オフサイドやと思うねん。とか言ってな。ずっとその、ずっとオフサイドを言うてくんねん。その、メイやろ休み時間のみんなの。俺わかるっていう。俺はでやってるようなさ、サッカーやで。俺冷静やでっていうのを見せたん今のオフ、オフって言ってたな。今のオフやと思う。知らんがな、って。かわいいヤンキーやな、でも。ちゃんと遊んでさ。ちゃんと遊んで。かわいいじゃ、思ってたとん違う。いや、めっちゃ悪いめっちゃ悪い。何してる今は何してる知らん。もうもう悪い。めっちゃ悪いなってんちゃう。 人の道外れてるかもしれん、えー、そこまでじゃないの、休み時間サッカーするぐらいいやいや、でもなんかもう、中にね、目の周り黒かったもん、なんか、<laughs> 悪いやつ、そんな昔の漫画みたいなさ、目、ね、の縁、目の縁、の黒,の縁黒かったもん、俺びっくりしたもん、なんでこいつ、こんな目の縁黒いのっていう、おるやろ、そういうやつも、もうなんか、悪い、なんか、染みついてもうてるみたいな、昔の漫画みたいなやつ、おる、<laughs> そんな、や、おったおった、ほんまに。 えー、最後、もう一個来てるんですよ、えー、渡辺パチオさんからね、はいえー、新つかみ、東京つかみが来てます、<laughs> 東京あ,ありがとうございます、ね、今、目黒区の戸越銀座商店街で売られている <laughs> さつま揚げが美味しいよという情報をいただきましたけど、ね、<laughs> ありがとうございます、うも,いいもうこんなんなんぼ聞いても、ピンときませんけどね <laughs> うそういうことね、分からんこれは分からん。<laughs> まあなんかよう、銀,銀座な銀座とは別なんうん、まあ別やろうな、下町じゃないんかな、分からんけどえ、目黒区ってでもなんか、いいとこなんじゃないん目黒、それこそあれちゃう、奥田がなんか、すごいよな、あれな、奥田、なんかええー、とこ住んで、ええマンション住んで、思い切ってな、ぎりぎりぐらいのほんまに収入ぎりぎりのとこ住んで行ったもんね、うん、なんか売れるという言われてるマンションやろ、だって。 あそうなんかそうで、なんかここ住んだらみんな売れていってるっていうとこに、開いたってなって、飛び込んだって、え言うてたで、集めてるな、奥田情報、追っかけてるね、追っかけてる、ラビットも見たしな、えあそうなんや、確かにこれはね、ちょっと分からへんね、まあ、これはええね別に、そういうのはええね別に戸越銀座商店街はええねんけど、 その去年行ったやつが言うなよっていう <laughs> まだ一回,うう回もおめでとう言うてないそれだけです私の思いはここだけやでマジでということで今日も始めましょうミルクボーイの本能の塊この番組は「WeDriveDreams 大和物流」がお送りします こんばんはミルクボーイの罪です。ここです。さあ始まりましたミルクボーイの煩悩の塊三の二です。おのおの百八を二回足してくださいお願いします。お願いしますね。ちょっとさあのなんかな結論分からへんねんけど、うん、変なことにね土曜日に巻き込まれましてね。土曜日あおととあの七、ー、ステかな。はい、NGK と満喫で七回捨てちゃってて<ー>で。 最後の NGK3 回目と4回目の間3時間ぐらい空いてたじゃないですか、ねうん、そこは満劇もなかってみたいな、うん、で昨日までやってた相撲をねもうどハマりして<う>その全部見れへんのやったら生放送では見なくて、うん、家帰ってから奥さんともう2時間ぶっ通し録画を早送りもせず見るっていうのをもう15日間やってきたんやんか、はいはい、で土曜日なんてもう優勝争いも大詰めでめちゃめちゃおもろい時やね、うん。でまあ 仕事してるから、一緒に見られへんから、帰ってみようということで、情報を遮断しようと思ったんやけど、NGK のロビーって結構テレビかかってるやんか、スポーツ率高いな、一之輔師匠とか、土曜日のメンバー見たら、反響師匠、清師匠、乗尾よしお師匠とか、いっぱいいらっしゃったから、これちょっと、絶対かかってるなと思って、これはやばいっていうことで、その舞台終わったら、もう。 すぐ楽屋に行って、<う>すぐもう、間出ようと思っててああ、もう外出といて。ほ、うんで、なんか、えー、舞台前にロビー通ったら、野球がかかっててん。野球かかってたの、あの時、うん、阪神・巨人戦がかかってて、<ー>あこれは良かったと思って、あ相撲に皆さん、ちょっと今、野球の方が興味ある野球やと思って、出番終わってで、次が反響師匠やったんやんか。うん、だから、多分ロビーにはあんま誰もおらへんやろうと思って、<ー>普通にロビーの前通って、楽屋行こうとしたら、メダカ師匠がおー。 一人で相撲を見てはったやんやが<ー>、これやばいと思って、もう楽屋バーって帰って、はい、でもドアも閉めて、はい、で部屋の音量をも最大にして、舞台の音量を最大にして、<ー>着替えて、もうすぐ出ようと思って、はいはい、ほんでもう、ロビー、まあ、前田歌手の挨拶はもうしてるから、うん、とりあえずロビーをもう爆走。 <laughs> 見ないようにかばん持って帽子かぶって、見ないようにバックストだから流し目で、この目の横にはめだか師匠がびっくりしてる顔も浮かんだ、<ー>なんでこいつはこんな走ってるっていうのをけどたけども、もうそこはもう古虫させていただいて、まあ、挨拶してるもん、ね、か,から、うんで、ちょうどその取り組みもやってない時やったから、<ー>あよかったよかったと思って、外出たやんか、で、ちょっとあのナンバーパークス行こうと思って、うん、もうだから、 5時過ぎぐらいやったんかな、それ。ナンバーパークスに向かったやんか。で、その慌ててたもんやから、マスクをね、ちょっと楽屋に忘れてきてて、<う>で、替えのマスクもなかったから、うん、まあ言うたらもう、帽子かぶってるだけの状態、<ー>顔が丸見えで、で、まあ、ちょっとこう、なんか、気づかれてもええんやけど、なんか、気づいてほしそうに、ナンバー界隈をさ、マスクもなしでさ、ああ気づいてほしそうにも見えてまうかなと思って、<laughs> で、買おうかなと思ったやんやけど、かまあまあまあ、ちっちゃいって、 カバンやったし、入らんし、まあまあ別にええわと思って、まあ、まああ普通にパークス行くだけやしと思って、ほ、うんで行ったんやんか。ほんなら、なんかあのパークス通りっていうの、パークス通りじゃないごめん。パークス通りはあっちの。なんかトイザラスとかとの1階の、ちょっと抜けるとこ,ろパとところ、ね。パンツ屋とかあって。あ、そう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 。<S g s h o c 自食屋とパンツ屋と。そうよしってな。左右にこう店があって、ドアーやと。で、なんかちょっとミニ神社みたいなのもあるな。ミニ神社とクレープがあって、毎日。あ、めっちゃ知ってるよ。俺、あそこのジム行くから、ナスも行くから。ああ、そっか。あそこよう通るね。そうか。あんな、あそこにな、行こうと思って。で、あの時、ミニスケボー大会やってたの、子供の。あ、やってたミニスケボー大会。あの日やってた、やってた。あの日やってた。あ、通った俺、あそこ、あ、まあ、あの時もジム、そうやな、土曜日も行ったし。あ、そうなんミニスケボー大会やってるわと思って。 <laughs> や,ってたやってた、やってた、怖いなと思ってで、あそこ行こうと思ってたんか、ほんなら、なんか海外の欧米風っていうか、ヨーロッパ系の女性が、俺の前に立ちはだかったんよ、通ってるとき通ってるというか、その俺はそのパークスの間の筋を行こうと思ったら、前に来てで、ちょっとそれこそセクシーな女性やって、<laughs> ああ白い T シャツに、ほんまにホットパンツみたいな。はいはいはい でちょっと髪の毛もこう、なん,なんていうの、このうにゃうにゃって、ウェーブしてるけど、ちょっと長めのみたいな、<ー>まあ、綺麗な人やったんか、うん、で、俺の前に立ちはだかって、一人,人で立ちはだかって、まあ、ホットパンツやから、まあ、スカート短いなーって思って、足も生足が出てるから、<ー>まあまあ、おおーっていうか、その別にうれしいないけど、<laughs> けど、どうい,ういや、けど、なん,かなんていうの、<ー>なんか、あセクシ,クシー、セクシーなって。立ちはだかってるやろ。<laughs> 当せん坊というか、こう、ずんとえるってよ走ってたんその、普通に走ってて。走ったいや、走ってんだ、そんなに逃げ出かしそうから、まだ相撲が聞こえる。逃げすぎやろ、そんな相撲が聞こえるかもしれない走ってた。もう十分歩いてる、イメージがわからんから。十分歩いてる、もう歩いて、まだ相撲のあれから逃げてる相撲は別に、イヤホンとかもせず、普通に歩いて、まあまあ相撲とはもうなんも関係なさそうやったから、普通に歩いてたら、前に立ち上がって、俺の前で、前蹴りをね。ん 俺に当たる距離じゃないね全然ちょっと2メーター、3メーターぐらい遠いんやけど、あ遠いね完全に俺に向かって、やーって言って、右足を前蹴りみたいな、するのよ、ほんなら、もう見たら、短いからさ、そのパンツが、えホットパンツやろ、でもスカートじゃないでしょいやいや、あほんとごめん、なんていうの、俺、ホットパンツのあれが分からんけど、前の、きん筋肉の差みたいな、間いやつ、スカート系のデニムスカートみたいなやつ。 いやーっつって <laughs> そ、やる前蹴りすんのよ。このパンツが見えるやん。丸見え。見えるやん,<見>るやんか。なんだろ。結構足上げてんのうん。いや90度ぐらいに,そに。にその、なんか、前のやつ蹴るぐらいの<ー>、いやーっつってやって、で、めっちゃ笑って、逃げていったんやんか。うん、その、それこそ、スケボーの方に。<ー>でそれをなんか、男の、背でかい男がカメラで撮りながら、<laughs> <ー>一緒に笑いながら、 へえだから多分海外ユーチューバーみたいなやつの<ー>スケベ日本人ドッキリみたいなのに, <laughs> にああ分からん,なん,か分からん俺のリアクションなのかどういうリアクションだった <laughs> 話出,た話出した、<laughs> ブーって話し,てした、めっちゃ使いどころあるやん、んめっちゃバズるんじゃん、いやいやブーって話出して、絶対乗るよ帽子飛んで、ブーって話し、シャーって出て、腹ひれ、ほれ、ほれみたいで倒れたら、そのバズルで、<laughs> 腹ひれ、ほれ、ほれみたいに言後ろにまっすぐ倒れて、カチーンって倒れて、カメ1 <laughs> 千人、カメ1人やもう。そんたらバズるで、そら。 ほんま、その、なんか、なんかおちょくられ、なんか、なんかはやってんねん、その分からん、YouTube なんか知らん、なんか知らんけど、へえ<ー>。<で>後ろにおったんじゃないです友達が、その外国人の人の友達というかさ、いやいやい、やそんなおらへんよ、いやもう、その俺も3メーターやろ、その自分がいるとこからより三目の前じゃないでしょう、前は誰もおらんで、うん、いや、3メーター言うても、まあ、当たりそう、当たりそうぐらいで前蹴りされたらさ、そら、 っいやそれってか、普通に怖いよ前蹴りさん,ん、うん、じゃなくて、完全にその、絶対前蹴りでパンツ見えるでしょうのキックやって完全に <laughs> これ見えるでしょう、うん、うん、で、後ろとかにその友達をって、なんかその、例えば空手習ってる外国の人とかやって、なんか乗り、後ろでおいって言ったらさ、後ろの人やったみたいなとか、そういう状況じゃなくて、乗りしかけたらあのあの、あっこにミニ歩道、横断歩道あるやんか。 ナンバーシティと、そうそう、あれ渡った瞬間ぐらいで、<ー>だからその俺がもう渡ってるか渡後ろからどんどん来てる感じはい,はい,、はい、でそ,そんな、見たい俺も、<ー>俺もだから、ちょっと目線ずれてたんよちょっとだけ。ううん、だから、俺じゃないかなと思ったんやけど、でも俺しかなかったあの、だって、<laughs> あのテリトリーに入ったのは、<ー>パンツが見える角度におったのは俺だけやねん。まになんか めっちゃ嫌な気分やったねほんま何なのかこれはっていうそうやなうんで逃げていったん走ってわーみたいな逃げていったへえだから俺別に俺もそっち行くからまあまあね方向はしゃあなかったんやけどまあそっからは見つけられへんかったけど別に周りの人も別に何も分かってない感じ別にうんめっちゃ嫌だからどっかでもしかしたら流されてるかもしれへん俺がでそれこそマスクがさそれの時こそなかったからさ完全にこの顔が 見えた状態で、<laughs> 僕はそのニヤニヤしてる可能性もあるで、そんな、だってもうパンツを前から来るわけやんから、<あー> <laughs> 別どうしようもないやん、そんな、こっち見たわけじゃないやから、<laughs> あ<ー>いや、なんか、なんやろな、なんか変な、もしかしたらどっかで、普通の人でもまあ、YouTube とか撮ってる可能性あるもんな、ね、今やったら、ね、全然、撮影してるしかも、日本に来てな、うん、なんかそんな企画じゃないけどそう、ね、俺その感じだったら俺 俺その外国人の人が京都で、あの祇園の時ね、ちょっと前の祇園の時やけど、京都のほんまにあの鴨川沿いの祇園市場のあの交差してるところ河原町と祇園市場のあの橋、橋もうど真ん中、京都の八坂神社からまっすぐ行ったところの、うん、鴨川流れてて、京都の橋渡って、あの今やったら床とかやってるあの店とかで、うん、あそこのど真ん中のほんま橋のとこで。 外国人の人がなんかめっちゃ人だかりできててん、外国人の人が、うん、でな、何やろうと、あそこいつもなんか、あなたのあのインスピレーションで文字を書きますみたいな人もいてんのよ、<ー>それもずっと、その人も別に外国人の人と関係ないの昔からいてんねんけど、でもその人の、もうその人もちょっとあの30秒で書きますよ最近書いてて、そ,それ、別にそ,のそうスピード感いらんけどなと思うねんけど、<laughs> そ<の>ゆっくり書いてくれ,れゆっくり書いてくれたのに、なんかそう、軽く感じるやん、うん、お金をお金いる、その人のはらお金いる。え その30秒で書きますって、昔はそんな書いてなかったのに、今なんか、たぶん外国人の方向けなのか、30秒で書きます、<ー>で30ミニ、なんかそのセックみたいな中の30秒みたいなの書いてて、<ー>それ別に短さはいらんけどなと思いながら、<ー>まあそれもあんねんけど、うん、それとは別でなんか外国人の人のなんか人だかりできてて、なんか何かなと思って、俺もそれ見たときに、男女2人組の人が、島唄を立つって,てその鴨川沿いで。 うん、で島唄を歌って、なんかそれで、ストリートミュージシャンなのか、三線引いてやってんねんけど、なんかそれで結構集まってんねん、にぎわってんねん、国人の人が。うん、なんかそれはちょっとち,ちゃいませんかと思ったの<ど> <laughs> ここでなんかその沖縄の歌で人気集めるのはちょっと違いませんかってその、日本ややこししてませんかっていう日本のことを、海外の人に向けて、いや、人集まる、めっちゃ人おるし、集まってくるのは分かんないけど、うん、でその方々が沖縄の。 夫婦なのか沖縄のペアなのかもわからへん,ねんけど、俺はほんま通っただけだから。でも完全に三親方で島唄を歌ってるね二人で。三振なのでも。うん、そう俺もう沖縄住んでたからネが完全に三振で。出身かなんかゆかりある人。ゆかりあるのかわからんけど、でそれで賑わってんねんな、うん、そこで。でここでその同じ日本人として。 人集めたいんがはわかるけど、鴨川沿いでその、島唄歌,歌って、キャーキャー言われるのはちょっとちゃいませんかっていう、<ー>なんか何この感じっていう。はいはいはい、東京で国分人のことを、言,言うなよってことやろ<笑><笑>それ全然ちゃうやろ。一緒やん。全然ちゃうやろ。大阪から,から。いや、同じ日本を盛り上げるっていう気持ちはわかんねん。日本を盛り上げて海外の人喜んでもらおうの気持ちはわかんねんけど、うん、ここでその島唄、でお金をこう、 なんか投げ銭みたいなしてたかどうかわからない、そこまで見てないとりあえず賑わってたよ、に賑わっててん、こうみんなこうわーみたいな外国人の人が、だからこれぞ京都と思ったかもしれんねん、その初めて来た日本に外国人の人は、まあ、なでもそれは沖縄やん、沖縄の、だから京都のことをそこでやって、京都盛り上がるのはええねんけど、なんかそのちょっと京都に乗っかって、沖縄の,その民謡歌,う歌ってませんかみたいな。 <laughs> この感じめっちゃちっ目的なんやねん、なんか、日本盛り上げは分かんねんけど、うん、京都に乗っかってその島歌歌ってんの、ちょっと、混同しませんかっていう、なんかちゃうことして。だから かいニューヨークとか、そうやねん、与えてんね思うやん、うん、これが京都の歌、This is 京都ソングって、その人が母国に帰ったときに、島唄流して <laughs> This is 京都ソングって言ったら、笑われるやん、まあまあ、そうや、知ってる人が知ったら no, It is not 京都ソングってるやなる、なるやんか、なんかそいつがめっちゃっ <laughs> な,んかな、その悪いことじゃないねんけど、その人集めたいのはいいことやけど、ね、それちょっと、だから海外とかで日本の、日本食の店やるとか、全然え,えと思うねん、その日本の文化を。 なんか伝えるとか、うん、でも、その同じような例えがわからないけど、そのなんやろな、うーん、キッチンカーでそのマクドの前でモスバーガー売るみたいな、なんかそのハンバーガー会盛り上げたんかわかるない、<laughs> なんか、<laughs> <惑>なんか,かな、<laughs> <laughs> な,んかなその違和感あったのよね、<laughs> そのこの人らは盛り上がってるけど、それちゃうでって、これ、京都の歌じゃないでって。 言いたくなる。で、その人らにもなんか、ここでやんの。そうやってせめてもうちょい、まあ、京都に今住んでるんやからしゃあないやんって、その2人組がな、もし言うんやったら、じゃあ、ちょっと離れた。 京都だけど、フラットな、<laughs> フラットなとこでやったら、京都駅とか。京都、京都漢字品へんそうやねん。なんか、フラットなとこでやった方が。<laughs> いや、めちゃつい。いや、京都駅はムカつく。<laughs> 梅田、梅田じゃないか。<laughs> 梅田で民族楽器の人がおるやん。<う>あの人みたいな感じの。駅でなんかやってるんやったら、まだなんか。駅やからなって。そうそうそう。もういろんな人集合してるし。で駅やから人通るから、なんか沖縄の文化広めたいんですの私たちですよったらわかんないけど、あんな土京都でさ、鴨川のその、 みんなと座ってるとこで、うん、だ,いやだから、その信念がないんでからむかつくんでしょ、<ん>やしその、その場だけの人を盛り上げたいだけやから、まあ、自,分ら自分らが、わからん、こんな悪い人じゃないかもしれないけど、自分らが盛り上がった絵でしょの、<laughs> 沖縄の二人組が、自分ら盛り上がった絵でしょ、私らだって歌聴いてほしいんですものの感じでも取れる。し 現に集まってるし、観光の人集まってるから、いいじゃないみたいな感じにも取れたわけ、一瞬。だから完全に奥田の国分寺とて言いや、俺は国分寺じゃない。その場、そこは受けるけど、みたいな。いや、それはまた全然ちゃう話だめちゃくちゃ一瞬。その人らが別に、最近京都に来たかとかも知らんし、最近京都に来たとか沖縄の人からしたら、沖縄の人が余計ムカつってるやろな、でもな。ややこしいわな。沖縄に住んでる人が、京都行って、 島歌を歌って、広めてくれるのはいいけど、ここじゃないですやんって、沖縄全体がなんか下品に感じますやんって説明したかもしれんけどな、歌い出す前にもしかしたら、途中で聞いただけで、いやーって、これは沖縄ソング、京都とは違うけどもって、そこまでしてたらな、別にいいんやけど、リクエストあったとか、そり上がってか、三振持ってる時点でもよう分からへんけどね、何弾いても別にさ。 まあ京都ちゃうやんっていうことはあるんねけどな、でもその先の,その鴨川を渡ったとろの,の床とかやってるところ、あのー、河原町のほうに向かって行ったところの,、うん、の床とかやって、みんなご飯とか食べてるところの下でほんまにフラメンコみたいなギター弾いてる人もおったから、<laughs> これはまあ、それ。民族もおるやろ、民族楽器も、あのー、京都あのそのこそ橋の したか、えー、高貨の下から。えー、っとね、日本市場側の方のとこでようやってんで。あ、民族楽器。うん、ああ、まあな。なんか、海外の、海外の人の民族。海外の人ああ、まあまあ、そうやね。だそこ、まあな、日本じゃなかったらまあまだ。だそのフラメンコの人も、もうその、 俺,でもゆ俺が床でご飯食べたらフラメンコ聞こえたら嫌やなと思ったけどせっかく京都で風情がないわ風情食いに来てんのに風情 <laughs> <laughs> 食,食いに来てんのにフラメンコ聞こえたら嫌やなと思ったや京都分かってないやんっていうことやろそのまあな、うん、そうやねそうん、そちゃうやんっていうそれだけだ今もおるか分からないしそ別にその人らが説明したかも分からんけど俺が通った瞬間、うん、なんかそのああその日本盛り上げ それいいけど、やんとそれは分かるそれはめちゃくちゃ分かるその感じね全然その国分寺と全然また別の話いや全く結構近かったでほんまに全然別結構近い話やった全然別やねんけどそれはでその後と取りやったやんか n g k ああ NHK に戻りあれメール来てなかったうなばかさんメールラジオにああメールラジオにメール来てない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 か いやなんかねあのう,うなばかさん来てくれてたやんあー前の方俺もでも、あんまあ俺、顔、それ見てないから、でもずっとうちは振ってくれてる人はいろんなと思ってうなばかっ、梅若さん、うなばかさん、さん<ー>、で、俺、うなばかさんにさ、あったかもしれないんけどさ、裏ナンバー、そのそれこそ y ユーチューバーにドッキリさせられて、いや<ー>、ユーチューバーにドッキリさせられて、NGK 戻るときに、うなうなばかさんっぽい人がめっちゃおったやんそのちょっとグレーヘアで、服もなんかそういう感じのおば様みたいな。 <で>足、怪我したって言ってたやんか、ははい、はいなんか骨折したみたいな言ってたやん、んすごい足を引きずってはる人はおって、<え>あれで来てんのかと思って、ほんまに、<laughs> ちょっと、いや中岡さんが分からへんねん、俺それ、そうやわ分からんやろけど、<ー>でも来てたから。うん、うん <laughs> その、なんで、駅から、駅から NGK まで行くときに、すんごい、ほんまにもう、ほんに,ほんに<笑><笑>え、その,の NGK で舞台から見たときの服と、その、似て,似,て似てた、似てた、似てた。ほはそうなんじゃないでも俺、後ろ姿しか見れてないから、その、声かけんのもあれかなと思ったんけど、完全にすれ違ったんす、れ違ったん、後ろから。あれな、ほんま、マジでめっちゃくちゃ遅いんよ。その、まだ足引きずってあるから。ああ。あの速度で、毎回来てくれてんのか。ええ。ほん、うん。 はあはあ、そう俺、一回、森の宮でそれこそ、たまたま帰り道、同じ家族の会の人と合流することにって、駅方面に歩いていったときに、浦場さんいたけど、その時そんな別に、最近いやでもそれはもうちょっと前やな、ああの足を1ヶ月前からかどうか、そうなんかなあ、そんなことで来てくれてるっていう。えほんまにもうマジで 保育園の子の散歩ぐらいのスピード、歩かんほうがええよ、ほんまに、あれ。いや、まあ、でも、それは運動も兼ねなあかんのずっとしてたらあかんとかのあるのずっと固まってしまってもしかしたらないけどね、違うかもしれい。うん、違うかもしれい。全然違う人の心配してるかもしれん。そうそう、でもうちにいてたから、なるほど。いや、なるほどね。ちょっと外国人の方、ちょっと日本で、そんなことしないように。 お願いします、えー。ということで、ミルクボーイの煩悩の塊、まだまだ続きます。さて、ミルクボーイの煩悩の塊、始まっております。はいえー、ここからはコーナーのコーナーに行きたいと思います。まず最初は、お供を立てるうつみさんの丘のコーナー, <laughs>、えー。千葉県生産者でも、イチゴにはうっすら毛が生えているさんですね。はい えー、もらったタルタルソースの瓶を軽く開けてくれる音をやっぱりお父さんはすごいなと立てるうつみさんのお母さんは眼鏡を作りに行って視力検査をテキパキとこなすお父さんに「お父さんすごいわ私なんか丸がどっち切れてるのか答えるのにお箸とお茶碗を持たないとどっちが右か左か分からへんわ」<laughs> と自分を下げてより一層持ち上げますから <laughs> 下げすぎやろ下げてんな子供やん一回お箸の <laughs> お箸の手で <laughs> そ指でええもんな。にこっちとか、<ー>上とこう。普通にすごいなだけでもええのにな。お父さん、私なんか見えへんわでええのに、うん、右をまず分からへんわで <laughs> 下げ、二 <laughs> 段階下げしてるやん。えー、続きまして、大きいおじいさんのコーナー。<music> えー、香川県生産者でもガイルガーゴイルさんですね。え m、ー、アマゾンで販売されている大きいおじいさんのレビュー欄には、思ったより大きすぎて邪魔とか、 それセコイやろしか言わなくて、毎日が息苦しいという辛辣な評価が多数を占めていますから。わ <laughs> <laughs> かるやろ。わかるやろ、さ、買った時。喋 <laughs> るんや、ちゃんと。大きいおじいさんとして売ってるっていう。売り物やったんや。<laughs> え続、ー、次まして、スマートな乗り世師匠のコーナー。東京都生産者にも論より商号の大来さんですね。えー、劇場版乗りオの 入場者特典はスマホののぞき見を防止する未タなシートです <laughs> ああえなシンプルや、ね、さっきの「大きいおじいさん」とか「もう劇場版ノリオ」とかもう別にか,かけようとしてない <laughs> <laughs> なんかと引っ掛けてさ劇場版ノリオの今の映画に何かするとかじゃなくて「劇場版ノリオ」って丸前提でんでもんでもいける劇場版ノリオあれでもんやったのな土曜日のあの清志郎の 舞台中の範雄師匠が登場するっていうやつはいはい、あれ、あれ二回目やったで、ね、あれ、夜やった。二回やった、うん、二回やってた、一回目も見た、四回公演中、四回公演中、二回出てきて、きよし師匠が三公演やったからね、そうそうそう、うん、なんか俺聞いたら、あのー、プレゼントしたネクタイのお礼をしに来たっていう、えーえー、ことらしい、きよし師匠が、そうそう、これなんぼです。うん。 480万とか、なんかいや、そんなわけないでしょ、3万ぐらいでしょ、うん、こんなもんって、乗吉祥が言ってたやつ、なんかお礼をしていったらしい、ね、あほなもうよくやってるわけじゃなくて、あの日限定なんやそうそう、清吉祥の出番の時に、1個前の、乗吉祥の乗吉祥が出ていくっていうカバン持ったままな、<の><う>急に登場してで、あの、乗吉祥の白髪を清吉祥がいじって、外雪かと思いましたって言って。<laughs> 真っ白やからって全然伝わってなかったってわけです冬やったらな、まだな外雪かと思いましたって清志が言って、うん、いいこと言うてんのに、のいいこと言うてんのに、うん、その全然白髪っていうことも伝わって、<laughs> なんか全体が伝わってなくて、<laughs> うん、よろしいやん、そんなのってノリアシさんが <laughs> 言う<っ>て。<laughs> で、そうそうそう、それをやってた。あ、それでの限定、ね、なんかネクタイのお礼で、で、ちゃんと事前にこう、あの、行けますっていうのをこう、 言うて、お礼したいんでっていうのを言うて言ったそうすなるほどね。なんかそのサプライズ。特別出演か。でもなんか終わった終わった後袖が帰ってきて、先にまあ、のり師匠がつった方で帰ってきはって、そのままな、多分どっか行きはるんやけど、なんか、なんか、たじたじな顔してたなんか、なんとも言えへん、その、なんやろな。そうやな、こなしたっていう。なんやろな、分からん。なんか まあまあ。まあでも、たまにあることなからだからそういう意味では。<ー>そ初めてやったらあんな感じじゃないやわーみたいな。出てたも上がやってたもんな。いや、だからあれを来た人からしたらお得な感じだったよね。あのー、安友さんが中陰さんとかと前後の時も出ていくやつがあるっていう。えー、そう。中陰さんが鳥りで安友さんが鳥りの前とか、ああ、その、家チェどっちがの前後の時とかにも、 その出て行ったりしはるっていう時のノリがあるかもしれないなんかそ俺それ見てたやんか、うん、それ見てて俺らの次反響しちゃったやんか、うん、でちょっと俺らのネタの感じいじってくれたやんか、うん、出て行った方がいいんかなと思って <laughs> びっくりするやろうな、うん、何しに来てんっていう <laughs> <laughs> すぐ帰られへんやろこっちから仕掛けるのは絶対無理やんすね文鎮師匠が鳥リでで安友さんが鳥リの前で で、俺らがその、一個前とか二個前ぐらいの交番の時に、普通に俺袖にいて、で、安友さんが降りてきて、で、あ安友さんがネタしてる時に俺、まあ、袖にいて、で、まあ、普通に見てて、で、安友さん終わって、次、文鎮賞出ていくみたいな時。うん、だから、袖には、えー、俺と安友さんと、文鎮賞がもう、出かけの文鎮賞がいるんだよ。その、出囃しになって、お,<ー>お願いします、みたいな。<ー>安友さん降りてきて分賃、文鎮賞 が出ていくみたいな時に、うん、なんか、とも子さんがそのなよくあるらしいね、文鎮師匠のところに、安もさんも出ていくっていうのがあるらしいねえー、一緒に一緒の時ね、で、うん、分師匠の三味線とかなってる時に、そうそうそう、で、俺はそれ知らんくて、でお願いしますって言ってたら、そのな多分事前に、今日行きますねみたいな感じを、は俺はそれ分からなかったけど、話なんか。 文がおいでやって言ったんか分からんけど、その一言があった、俺はその瞬間見てないんやけど、と子さんが袖で、行こう行こう行こうって言って、え俺、袖におったからさ、いやいや、なんすかそれ俺知らんかったからそれ、ボケかと思って、行こう行こう行こう、コンシャン行こうって言って、いやいや、そ行かないですよ、その、文次長、今出かけてんのに、いやいや、これいいね、これいいねって言って、で、後ろから安代さんも、これ行くねんって言って、えっとも子さん前、で、俺真ん中で、安代さんに後ろから。 これ、これ行くねんって言われて、で、文鎮賞が出て行ってるときに、俺ら、後ろから、友子さん、俺、安代さんで3人で出たときがあったの。えー、で、お願いします。うわーってなって、それは安代さん1回、今出てて、うん、はけたのにもう1回出てきてくれたみたいな。うん、で、俺はミルクボーイ、さっき出たのにまた出てきたみたいな感じになって、うん、まあ、うわーってなってくれんねんけど、うん、めっちゃ怖かった。その文鎮賞の舞台におるっていう。い<や>で、文鎮師が、もう帰りなさいみたいな感じで、うそう。で、もう、ありがとうございま,ほんまに ほんまに何よ20秒ぐらいなんだけど、別に何を喋るでもないなんだけどそれでも、出林流れ続けてさ、師匠が座るまでの時間があるやんそうそうそう、そうで、そこで一礼して、で、みんなで礼するってことそうそう、そうで、あのうポンポンまではいかへんで、なんかその多分あの出林師もうまいことなってるのか分からんけど、流れ続けてんのよ、それが。ああ、そういうこと、ほんまに嫌が一瞬、なってる中で、始まりましたとかじゃなくて、帰りなさいっていうので、こう、一礼して帰って。 これ出ていくねんって言われて、めっちゃ怖かった、えー、なんか、同じ舞台やのに、文鎮症色というか、空気が、すごいとこに入迷い込んだみたいな、えーで、これあんねんって、たまにこの、向こう、師匠から言うんかな、来なさいっていうのかわからんけど、えー、だこの時は行くねんって、東郷さんは、あ、えー、行くんすか、これっていう、いで、長明と私たちのともあんねんって言ってたけど、またちゃうやん、その二人の時とさ、<ー>師匠の。ほうほうほう そののあるんやその前後で出ていくノリというか、その教師署ののりお師みたいな、代々、えー、あるもんなんか、めっちゃ怖かったのえー、<や>そんな、俺、<ん>俺だけすぐ楽屋帰ってんの、バレバレや<笑><笑>いや、その時き、満喫とかあったから、多分早く帰ったじゃん、うん、その別にすぐ行かんでよかった日やったから、うん、どんなもんかなと思って、こう、どういう感じなんやろうって見てたら、めっちゃ後ろから、これ行くねんって言われたこ怖<わ>すごい。うわ、でも、そっか。うん で出てこられ、まあ、出て、俺らと別にいじらへんからさ、前の人のとか。出てこへんか。いや、出てこられても困るなと思って。まあ、あの、うまいこと。なんか、M1 ツアーとかでよく、こう、前の人出てきたりとかやってるみたいなの見るけど、<ー>また NGK と私とちゃうもんね。その感じは。確かにな。いや、そう。ええ、お得やね、でもね。なんかね、寄せならではみたいな感じだったね。えー、そして、えー、続きまして、カマス・ゴードさんのコーナー。 生産者のタックスさんですね、はいえー、ボディービルのレジェンドゴードさんが主役の4コマ漫画「かますぞゴードくん」では <laughs> 1>, 1コマ目で警察官から職務質問をしたいと声をかけられた場面が描かれ2コマ目で身分証としてゴールドジムの会員証を出しちゃおうかなと言い <laughs> 誰,誰に <laughs> 誰に警察にかな、えー、3コマ目でせっかくの縁だし腕相撲で中を深めるのもいいかもねとかました後 4コマ目で警察官がカバンの中のプロテインの粉を調べている間に緊張して気絶し地面から顔を出したモグラが気絶のタイミング最悪といいますかああできてきたねああ仕上がってきたモグラなんやモグラねモグラもあるなポコンって出てきて気絶のタイミング最悪なぜ土や土やねんその辺昔やなアスファルトやろ工事の誰に言うてんのヘルメットかぶったモグラが ゴールドさんはゴールドジム出しちゃおうかな警察にかましてんちゃうめっちゃお茶食ってるやん <laughs> <laughs> 聞かれてないやろうけどな警察がなんか調べてるときにそれ,それかあれかな不わ不わ不わみたいなさ自分の独り言みたいなさいや言うやろそれかましやから <laughs> そう思うことやったら全然かましじゃないかますぞゴ得くじゃないで誰が <laughs> 一緒におるつれえかな ああ、ボディの仲間。<ー>それか警察に行っちゃう、うん、警察に。出しちゃおうかなってどういうこと出しちゃおうかなって、はいはい、いいですからって、ゴードスずっと言われて、警察はもう無視してるというかさ、はいはいはい <laughs> それかもう、ゴードさんだけの勝ったよな、この、出しちゃおうかなっていうああ<ー>。で、違う角度で、せっかくの縁だし、腕相撲で仲を深めるのにいいかもね <laughs> っていうのも、一人のええじゃない <laughs> で、プロテインの粉を調べてるときに緊張して、気絶。<laughs> なんで緊張すんの <laughs> いいね。 いいねほんまに回答しほんまに回答しようこれええー、次まして時効を主張する巨人賞のコーナー <music>、えー、豊中市生産チ m ムさきらぶさんですね、えー、清志町の過去の出来事をもう時効やからねえで片付ける巨人賞は NHK 紅白歌合戦で司会をする加山雄三さんがそれでは張り切って歌っていただきましょう少年隊で仮面ライダーと 仮面武道会を思いっきり間違えたことも片付けてくれますかあーうーん。ああ、なんかあったな,なんか聞いたことあるね、このニュースというか、事件というか。そいつはあね。あ<ー>仮面ライダーって言ったら。だろう<の>ね。<laughs> いや、そう、悪いことじゃないから <laughs> 恥ずかしいぐらいのことだからな、で別に。で、カイユーザーさん別にええロしな、こんなことも。恥ずかしいとかないや、ね、ちょうど怒らへんしな。ああ、誰ももう、いいぐらいやもんね。 えー、続きまして重厚感を出す黒田さんのコーナー、うんえー、生産者にも論より証拠の大スさんですねはい、えー、漫才の出番で前のコンビのテンポが速いときあえてテンポをゆっくりにすることで重厚感を出そうとするメッセンジャーの黒田さんは箱の中身を当てるゲームで蛇に手を噛まれても微動だにせず「洗濯バサミと答えて重厚感を出しますか <laughs> めっちゃおもろいやん。 重厚感とかじ強がりやからめ <laughs> <laughs> もろいねめっちゃおもろいやん洗濯ばさみっていう <laughs> あれ向こうから挟んでくんねん洗濯ばさみにしても <laughs> めっちゃ鈍いかもれんしれおもろいんちゃうそれそれできたらいい <laughs> そうやな蛇がーっと <うん S 1> 洗濯ばさみえー続きまして純粋なマサさんのコーナー,えー広島市生産者のひまわりひかるさんですね 自分が MC の番組でマジシャンのマジックにスタッフが合図出してるやろうと言ってしまう純粋なマサさんはモノマネ王座歌合戦の審査員になった時ご本人登場の場面で俺先本人と喫煙所で会うデでーと言ってしまいますから。マサ <laughs> <laughs> さん。いいね。<laughs> あ<ー>全部。会うからな。合わ、ま、さりせんとスタッフさんが。そうやな、ね。マサさんには。そんなんそこまでせんと。全部言うからそら。 ピュアな。大手たん見たでとかも言うやろしな。<ー>うん、楽屋のあれ見たでっていうね。名前見たで、下に書いてあった。下に全部書いてたから分かってたやろ、名前 <laughs> 全部を隠さんと。そうやな。それを隠すとかもないもんね。うん、あ、これはとかないからな。うん、これは出てくるかもとかないから、マサさんは。言うから。まあ、でマサさんがあの審査手してるの見たことないけど。<laughs> そうやな。イヤホンやってな。ヘッドホンやってる見たことない。<laughs> そしてきまして熱い雅人師匠のコーナー関西芸人全員出てきてるやんな関西のさ関西の NGK の話やん全員出てきてるやんもう何これコーナー NGK の話や熊本県生産者の肥後ばさみさん一番その地元のことばっか言うてるやん俺らがずっとこのラジオが大阪のことばっか言て 東京の市長の方言ってないからな。大阪のやからまだ。大阪おるからね。大阪おるから。えー、肥後バサみさんですね。ザ・セカンドの予選で僅差で敗退するも、僕は勝ったと思ってますと言ったザ・ボンチの、えー、正人市長は、お腹を抱えて飛び込んだ公衆トイレが全部使用中だったとき、不自然な歩き方をしながらトイレから出てきて、僕は間に合ったと思っていますと言って、<laughs> トイレの前でたたずみました。<laughs> 間に合ってないやんじゃないですね。<laughs> 雅人師匠は劇場の合間にデイユースでホテルに泊まってるっていうのも面白いねあ,<ー>あそこで色々いろいろ、ね、浪曲の勉強したりとかへえ<ー>すごい一人の空間でそうそう楽屋でこういうとか出したら多分おさむ師匠にも迷惑やろうからという配慮で一人で練習してるっていう<ー>ど,こどこなんやろうなどこに宿を取ってあるか分からんけど寝てまいそうやけど、ね、ホテルとか行ったら怖いよねちょっとね寝ても寝てまう間に一人でホテル取んのめっちゃええけど、うん、寝てまいそうやな っていう情報でございました。うんえー、そして進行な東京に染まった学天速奥田さんのコーナー。大豆だ。大豆だ。今日おしゃれな。あ<タッ>、まあ、まあおしゃれね。丸メガネの感じもある。<タッ> えー、めっちゃおしゃれやん,れやんこれおしゃれやね, <laughs> ねこのししこれさ何やったっけこの歌いやいろんな人が何かやっててあれコラボしてて毎週毎週ちゃうみたいなかじあ<ー>、うん、これおしゃれやね <laughs> えー、ガイルガーゴリさんですね東京に染まった奥田さんは時間が長いことを突っ込むとき山手線何周できんねんって <laughs> 言いますか <laughs> マジでいいそう <laughs> <laughs> いいそう 言うてほしくないわ、うん、やっぱりああ<ー>うん、なんかどこの地下鉄が深いとかあるやんなんかよう言ってたでその乗り換え中央線の乗り換えのツッコミとか用意してたで奥田大阪の時は乗り換えの大阪のやろそうあ<ー>、まあ、その時は良かったっとかだろその時代は良かったそうそうそう本町で何回乗り換えねあのキラフレーズあれをやん <laughs> 言うてたでそれはあれを言うてたのに、うん、山手線何周できんねんうわ いいねうん以上ですかねえー、では今日のじゃベストコーナーじゃ東京に染まった楽天卒奥田さんのコーナーおお<ー>これがおしゃれ、うん、<laughs> 奥田がこう揺れて踊ってるんか思うたぶん <laughs> 吸ってちっちゃって行ってんかな,なんかそういうおしゃれなとこも行くんちゃうで,でもここから芸能人のパーティーとかあ奥田行くか 言ってたもんな言ってたっていうか好きやもんなそんなんはええねん俺奥田にはほんまそのビッグスターになってほしい奥田にお嬢ちゃんのこと全然言ってないから余嬢ちゃんがやろうって言ったかもしれへんしそれちょっとあ明日聞けんのよ見るかよルカかに学天のと来てくれますねちょっといろいろ聞こうほんまにそういぜひでも俺ちょっとあの思ってた出会い方じゃないよなほんまに俺はほんまにこんな言いながらも そのへほんまに思ってることやけど、うん、言いながらやけどもちょっとハイタッチとかハグじゃないけど、うん、そんなんをした,したかったのよほんまに言うと初対面でないや初対面ではそれはその気持ちはあるからけどう,うんけどあれだけちょっとっていうのはハグしながら消すの肉つまむぐらいの感じの <laughs> ちょっと俺あれちゃうやろっていう詰める うんいやそ,そんぐらいではあるから気持ち的にはホンマにちで言あちゃうでうそれがちょっとできへんまあいいんちゃうでもあれちゃうでっていうのは真っ正面からぶつけたらいや言うけどそのまず、うん、まずまずはハグはしたんだ<ー>けどでもなんかそれの感じでハグすんのもちゃうしなっていういやいやでももう思ったでそのなんかラジオで会うってさまあまあ見えたら、ね、そもそも何ていうのんもないやんそこ放送の前やん多分 CM 中とかお願いしますみたいな来て、うん、どうやろでもあれやろ 飛び込んで入ってくるっていう可能性もあるから、学天速が、そしたらもう急に、おお、来たっていう、もうそれ、ハグちゃう。そうやな、俺、でも、ほんまにそこ、嘘つきたくないから、もう、ハグの気持ちはね出会った時のハグはよかったなって奥田がハグせんかもんな、突っぱねられる可能性全然あるけど、それだけ、その子の怒りだけ独り歩きしてて、ハグはしたい気持ちはめちゃくちゃあるよ、ほんに、チャンピオン。それはもう、素直なままにやってくれたらいいけどな。なかちょっと なんていうの普通に接したいなと思います、うん、こっちのことは考えずに、うん、見たいそれを楽しみに <laughs> ぜひぜひ聞いてください明日 <laughs>、えー、そして続きましてはこちらいきたいと思います僕のサライ進路 <music> 万象喜怒哀楽全ての人が一つは持っているサライの話を紹介するコーナーです、はいえー、まずは熊本県生産者の肥後バサミさんですね えー、先日熊本市内で行われたアパレルブランドのギャラリーに僕と母で出かけた日のことです、うん、そのブランドには俳優のコーラ吾さんがプロデューサーされたもので ギャラリーにはコーラケンゴさんご本人もいらっしゃり訪れたお客さん一人一人にご丁寧に話しかけられていました、うん、僕たちにもコーラケンゴさんの服へのこだわり出演された作品のことについて話してくださり最後は一緒に写真まで撮ってくださるサービス精神にあふれた方でした、うん、普段物静かな母は緊張のためかほとんど言葉を発することもなく黙っていました、うんうん、帰りに二人で写真を眺めやっぱ俳優さんはイケメンすぎるなぁと言うと母は オスとして完全に負けとるねと僕に言いました負けてると言われたことより母が男ではなくなぜかオスと言ったことに僕は少し心に痛みを感じましたこれが僕のさらいですあ<ー>いいねかそんなん言うんや嫌かもうーんその目線あるんやって感じわ <laughs> かんない若いんかもな肥後浅さんのおかも俺らより肥後さ見さん ちょっとしたよね。あ<ー>までまあでもオスとは言った次第な, <laughs> いな、うんです。オスで見てるって俺は。オメスで。ホントだ。<laughs> コーラケンゴさん。うーん。見てはった。どういう。うわぁ。うわー渋いな。ええ。確かにこれ嫌やな。ええー、続きまして、広島県のデ D ランさんですね。えぇ、ー、先日大阪へ遊びに行きました。 大阪駅から岸氏快速に乗りました。前4両が関西空港行き、後ろ4両が和歌山行きでした。うん、私は一番後ろの車両に乗りました。その車両には大きいキャリーバッグを持った外国人の集団がいました。私の目の前に立っていた知らないお兄さんが、この車両、カンク行かないですよと外国人に話しかけました。うんうん、外国人たちは何を言われているか理解していなさそうでした。うん、お兄さんはそれ以上何も言いませんでした。うん、私は いやこの人たち和歌山行く可能性だってあるじゃろうと思いました電車が出発しました <laughs> 外国人たちは弁天町でおりましたこれが私のさラいです <laughs> <laughs> ああええいろんないろんなエッセンスがある <laughs> いろんな角度からの聞きたいね話をね外国人側からの話と <laughs> お兄さん側からの話と <laughs> 目的位置やったってこと弁天町がニューニバーとか行く乗り換えだから<ー>なんか それじゃないやつでもいけんのにああ紀州快速でわざわざ弁天町兄さんはこう親切で「関空行かないっすよ」って言ってけど分かってまあ普通関空の確率が高いもんねそうやな70%ぐらいはしかも八重子島な紀州路快速って何かあの天王寺から「なんかどこ行くね」みたいな、うん、急に別れるなみたいな「うん、和歌山行ってまうで」って言おうとしたんやうけどお兄さんは80%あるか80%関空まあな十パー和歌山 であと10がちょっとなんか、渋 <laughs> 間宮とか、急に。<laughs> いや、こっちね、<laughs> あれ、確かに。ね、あるじゃろうがいいね、この、私たち若いま行く可能性だってあるじゃろう。続きまして、<laughs> えー、福岡県生産者にも道を作りたがる女さんですね<い>、えー。これは私が小学5年生の頃の話です。毎日一緒に遊んでいる友達と近所の公園へ遊びに行きました。 砂場でお団子を作り見てきれいにできたよとブランコで遊んでいる友達に見せると「そこの砂場いつも猫がうんちしているから近づきたくないし触るのはもっと嫌なんだよね」と言われましたその事実を知った私はすぐにでも手を払って砂場から出たかったのですが変なプライドが邪魔をして「そうなんだまあ私は気にしないけどね」と言ってきれいなお団子を何個も作り上げましたこれが私のサなイです <laughs> <laughs> いいな

そう別にいいね、<laughs> いやっぱ。みるね、えー、以上ですかね。本人から聞きたいね。<laughs> 道康さんから聞僕のサライでは皆さんからのメールをお待ちしています。懸命にサライと書いて送ってください。 エンディングです。番組では無限にあるコーナーへのメール、テレビやライブの感想、質問もお待ちしております。宛先は boy.abc.008.com、by.abc.008.com o です。メッセージを紹介した方の中から抽選で新刊バッジ、うちはステッカーをプレゼントします。番組 X もやっております。感想はハッシュタグ、ボンカタとつけてポストしてください。お願いします。お願いしますあの、漫才ブーム、 そうだね<お>あのー、香川が売り切れてました、ね、ありがとうございます沖縄もあと後ろ2列ぐらいでしたんで、はい、ぜひぜひよろしくお,、ね、お願いします8月ですね、えー、またほんで青森と、えー、三重は、えー、また発表していきますのではい、えー、皆さんお越しくださいよろしくお願いしますということで以上お送りしましたのはミルクボーイつみとこでしたさようなら,らこの番組はウィードライブドリームス大和物流がお送りしました